ナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？うなぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日もうなぴー元気にシマパトに行ってまいりました。シマ村大感謝祭でございますね。今回はうなぴームムさんの新作を購入してまいりました。今回はね、2点購入いたしました。まずはこちらでございますね。ミルキモプローバーでございます。商品情報はこちらでね。なお、こちらのアイテムは1商品につき2点限りで10点限定となっております。サイズ展開は M から LL までで、うなぴーは無事 LL を購入できました。カラーバリエーションはこちらのブラックの他にグレーとくすみグリーンがございました。今季1枚は持っていたいアイテムがサプライズ価格で税込み770円は本当にびっくり価格でございますね。こちらオフタートルプルオーバーは締め付け感のないゆったりとしたオフタートルとなっております。身頃は太あぜと細あぜと組み合わせたボーダー柄となっております。長めの長袖に袖口は小物のリブとなっております。袖口も結構長めですね。ストレッチ性ある生地は表地はミルキモで、ちょっとね、薄手ではありますがふんわりと起毛した素材であったかい感じがします。裏は裏起毛じゃないんですね。つるっとした感じでございます。ちょっとね、光沢がある感じですね。これ裏と表にしたらね、あったかいんじゃないですか、もっとね。はい、はい、そしてもう一つ、はい、こちらでございますね。ハートビジュイヤリングでございます。ちょっと開けてまいりましょう。はい、こちらでございますね。ハートモチーフのムムさんの新作でございます。大小のハートが連なって、小さい方のパーツには小粒のビジューを詰め込み、キラキラっとしたハートになっております。そして大きい方のハートは大理石模様で、存在感ある高見えするアイテムでございます。サプライズ価格の330円でございますね。はい、つけてみたらこんな感じ。なんかエレガントでございましょう。つけた感じも痛くはありませんね。ではこちらのイヤリングをつけてミルキモープローバーのコーディネートをしてみたいと思います。ボトムスは HK ワックスロンドンの前ボタンマーメイドスカートに黒いパンプスでコーデしてみました。黒と赤の色の組み合わせはお互いを引き立たせる効果がございます。そしてこちらのオフタートルプルオーバーでございますね。ボリュームあるゆるっとしたオフタートルで、うなぴーのお顔でも小顔効果が期待できます。ネックラインや手首の周りは表地と同じ起毛素材で、ほんわりあったかいです。ネックラインや手首を温めると本当にね、外に出てもあったかいと思います。ニットと違ってチクチクしないかっていう心配もしなくて済むのもいいですね。長めのゆとりある長袖で、袖口のリブが長めになっているので手首も華奢見えします。そしてリブなのでさっとこんな感じで
すぐに腕まくりもできますね。身幅は程よいゆとりで、とっても軽い着心地でございます。裾のリブはあまりすぼまっていないので、ぽっこりお腹が膨らんで見えないのも良かったと思います。ただね、やっぱりこうやってまっすぐこうストンと落としてしまうと、こんな感じでね、ぽっこりお腹は目立ちますね。なのでフナピーはアウトで着用するときは、はい、こんな感じでね、ふわっとさせて着用したいと思います。ただ正直あったかいお部屋の部屋着としてはとってもあったかくていいんですけど、これ一枚で外へはちょっと厳しいですね。ただレイヤードしてジャケットを着用するときも、よくちょっとブクブクになっちゃって着ぶくれしちゃったっていう心配がないのも良かったと思います。そして今回購入したイヤリングでございますね、つけておりますわよ。耳元にビジューと大理石模様でエレガントで華やかさも添えてくれるので、お顔周りも明るく見えます。はい、次行ってみましょう。 H&M のフーデッドジャケットにボトムスはシーズンリズンのジョガーパンツに黒いパンプスでコーデしてみました。オフタートルにフーデッドジャケットで、トップスにボリュームがある分、ボトムスはすっきりシンプルなボトムスで合わせるとバランスよく着用できます。はい、次行ってみましょう。岡田ゆりさんのジェスターコートにボトムスはワールドのアンタイトルのロングスカートに、黒のパンプスと持ってるバッグはムムさんのかぶせバッグでコーデしてみました。チェスターコートで縦のラインを作り、色のメリハリですっきり見えるコーデにしてみました。今回のポイントは、緑のスカーフはネックレス代わりにして、バッグをリンクさせてシックなきれいめコーデにしてみました。はい、次行ってみましょう。シーズンリズンのバンドカラーワンピースと履いてる靴はムムさんのチェーンパンプスでコーデしてみました。このオフタートルプルオーバー、あったかいんだけど薄手の生地なので、ワンピースのインナーとしても着用できます。ネックラインはこんな感じでね、綺麗に折ってあげてもいいですし、グッと伸ばしてこんな感じでね、クシュッと今風にするのもいいと思います。クシュッとね。はい、次行ってみましょう。アクアイストのスウェード調ノーカラーコートにボトムスはエチさん、リーちゃんさんのブリーチパンツに黒いパンプスと、持ってるバッグはふむさんのかぶせバッグでコーデしてみました。ノーカラーコートなので、オフタートルがいいアクセントとして着用できます。はい、これでフナピーのしまこと&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。また見てね。